本日はシャンクレールパーティーにご参加いただき誠にありがとうございます。本日皆様の出会いを演出するパーティーの流れを説明していきますので、しっかりとお聞きくださいね。本日のパーティーではナンバープレートの番号が皆様のお名前代わりとなります。胸元の見やすい位置にナンバープレートをお付けください。次にプロフィールカードにご自身のナンバープレートの番号をご記入いただき、ご自身のことについてご記入をしてください。多く記入すると話題のきっかけが生まれ、会話が弾みますよ。トークタイム。トークタイムは全員の異性の方と1対1でお話をいただけるお時間です。司会者の合図でパーティーが始まりましたら、トークタイムのスタートです。パートナーの方とプロフィールカードを交換しながら楽しくお話をしていきましょう。お相手のプロフィールカードを参考に趣味などのお話をしてみましょう。トークタイムの終了が近づきましたら、スタッフがお知らせをいたしますので、徐々にお話をまとめてください。トークタイム中、気になった異性の方にお友達カードを渡すことができます。お友達カードは異性の方と気軽にご連絡先のご交換ができるカードとなっております。ぜひ有効的に使ってみましょう。トークタイム終了の合図でプロフィールカードをお相手にお返しください。お話終了後はチェックシートにお相手のお名前、番号、印象などを記入していきましょう。こちらは告白カードを記入する際に参考になりますので、この時お話しした内容も一緒にメモを取るようにしましょう。チェックシート記入後は男性の方にお席の移動をしていただきます。お相手の方にご挨拶をして司会の案内に従ってください。そして今度は次のパートナーの方とのトークタイムを開始します。こうして基本的に全員の異性の方とのお話をお楽しみいただけます。全員の異性との会話をしたらトークタイムは終了です。同じ異性の方とお話をできるのは一度きりですので、お話の中でしっかりとアプローチをしてくださいね。メッセージカードの記入。気になった異性の方へスタッフを介してアプローチできるカード記入のお時間です。すべてのトークタイムが終了したらメッセージカードの記入です。メッセージカードはスタッフを介して異性の方へお渡しのできる最終アプローチカードです。カップリングのきっかけになるカードです。ご自身のナンバー、お相手の方のナンバーに間違いのないよう記入していただき、もう少しお話ししたかったですや、今度ご飯に行きませんかなどのメッセージや連絡先を記入してみてくださいね。記入後はスタッフが回収、集計をし、ご指名があった場合はあなた宛てのメッセージカードをお渡しします。告白カードの記入。パーティーの最後を飾るカップリングのための記入のお時間です。最後に告白カードの記入です。異性から受け取ったお友達カードやメッセージカードを参考にしながら記入していきましょう。まずはご自身の番号を記入していただき、本日のパーティーでもっとお話がしたい、まずはお友達からと思う異性の方の番号を記入してください。第一希望から第五希望まで気になる異性の番号を記入できます。カップル発表。本日のパーティーでカップル成立した方を発表するお時間です。実際のパーティーではこの時点でナンバープレートは外しているため、本人のみ分かる発表となっています。それではいよいよカップル発表です。ナンバーのみのシンプルな発表ですので、ご自身の番号を必ず確認し、聞き逃しのないようにご注意ください。本日のカップルは、男性番号15番、女性番号24番の方です。おめでとうございます。
カップル成立した方はパーティー終了後、会場の外で男性から女性へお声掛けをしてくださいね。シャンクレールのパーティーはこのような流れで進行いたします。会場によっては進行が異なることもございますので、パーティー中は司会者の説明をよく聞いてくださいね。それでは皆様、本日の素敵な出会いをお楽しみください。ありがとうございます。パーティー開始までのお待ちいただいている間に素敵なお時間をお届けいたします。短い時間ではございますが、最後までお楽しみください。シャンクレールパーティーはテレビ、メディアでおなじみ毎回カップル続出のパーティーですので、